日の出の神様、お出ましぞ。日の出は、いであるぞ。いの出であるぞ。木の出であるぞ。わかりたか。めんめんめに、心を改めよと、申してあろうがな。人民というものは、人に言われては、腹の立つこと、あるものじゃ、腹立つと、邪気起こるから、めんめめんめに、改めよと、くどう申すのじゃぞ。悟りやがくては、どうにもならんと、いうこと、よくわかりておりながら、まだ悟りや、学で、やるつもり、神の国のこと、するつもりでいるのか、わからんと、申してあまりでないか。何事もわかった市民、口に出さずに腹に沈めておけよ。言うてよい時は、腹の中から人民びっくりする声で申すのぞ。神がもう指すから、心配ないぞ。それまでは、毛も出すなよ。22日の夜に実地が見せてあろうがな。ひとところだけ清い気がれんところ、残しておかな。足場なく、こうなっては、ならんぞ、片出さねば、ならんぞ。神の国、神の子は、神の神の生き神が、守っているから、いよいよとなったら、一寸の秘密で、筆繰り返して、やる仕組み見ざぞ。松台のとどめの建て替えであるから、ようこし、ぬかさんように見てござれ。長うかかりては、一も取らず、二も取らさず、深刻は潰れ、道は滅びて、下から、早う早うと、日もない時から、しつけて、いるのじゃが、神の申すこと、聞く臣民人民、まだまだぞ。この道、難しい道で、ないから、そのままに、解いて、聞かしてやれよ。難しく解くと、わからんようになるのぞ。平戸を解いて、やれよ。難しいのは、理屈入るのだぞ。難しいことも、臣民には、あるなれど、理屈なるなよ。理屈、悪さぞ。礼術も言霊も良いなれど、ほどほどに、
三部くらいでよいぞ。中いかな、いかれんの座ぞ。専門けて、口さえ過ごしていけばよいように。今の臣民、まだ思っているが、それは四つ足の四つの悪の主語であるくらい、わかりておろがな。悪とは、他を退けることであるぞ。祭り祭りと、不動申してあること、まだわからんのか。今、外国よいと、申している臣民は、外国へ行っても、嫌われるぞ。外国にも住むこと、なくなるぞ。外国も日本もないのさぞ。外国とは、我よしの国、のことぞ。神組は、大丈夫ざが、外国や日本の国、大丈夫とは、もうされんぞとこと、分けて申してあろうがな。棺の窓い作り、教会作ってもならんが、神、入れた窓い作らなならんぞ。紙も作らず、紙も入らずに、力出ないくらい、わかりておろがな。馬鹿正直ならんと、申してあること、忘れたのか。惑いの作り方、知らしてあろうが、もうには、困る困る。人の苦労は手にして、我が進んで、苦労専用な、人民では、神の気配に、かなわんから、今度は苦労の、塊の花咲くのぞ。苦の花咲くのさぞ。富士に木花咲くや姫の祭りてくれと、申してやろうがな。とわにしぼまん。まことの花咲くよ。来たぞ。12月7日、火月の神。